いいよ、僕の入ったチーム負けちゃうから。たまにはみんなでゲームやりたいな。カバンにたくさんゲーム入れて学校に来てんだけどな。あ、そうだ、今日こそあれを完成させるぞ。いつも持ち歩いてる宝物、この箱の中に僕の宝物が入ってるんだけど、絶対秘密。それではクイズです。この中の宝物は見えるんだけど見たことないものです。さあ、なんだと思う？その答えは、ということは、その近く、本田くん、友達にそんなことできるわけないだろ。なんだ僕は、こんな時なのにパズルをやってるなんてそんな場合じゃないのに。あれ、でもいつもよりできてる。最後のパーツが、そんな、あのパーツがなきゃパズルが完成しない。そしたらどんな願いも叶わないよ。頼むから学校に会って。やあ牛尾さん、闇のゲームさ、さすが牛尾さんだ。スーパークリティカル、みんな俺には分かってたぜ。みんなも俺のもう一つの心も死んじゃいないって。木馬、偉そうな口を聞けるのも今のうちだ。お前をぶっ潰せばその道が開けるってわけか。